大谷翔平は違った、韓国メディアが17年前の30年発言を蒸し返すも大会 MVP を絶賛世界最高選手の品位を示した WBC。もっともっと野球を大好きになってもらえるように大谷翔平の優勝インタビューが海の向こうでも反響を呼んでいる。 侍ジャパンがアメリカに3対2の勝利を収めたワールド・ベースボール・クラシック WBC 決勝後インタビュアーからこれで日本の野球がますます世界で注目されていくと思いますがと問われた大谷は次のように答えた日本だけじゃなくて韓国もそうですし台湾も中国もその他の国ももっともっと野球を大好きになってもらえるように その一歩として優勝できたことが良かったなと思いますし、そうなってくれるこ,とを願っていますこの大谷の発言は隣国で好意的に受け止められているようだ。韓国の日刊誌、イルガンスポーツはインタビューまで完璧だった1次ラウンドで早期敗退したアジア諸国の金銭に触れる発言として次のように伝えた。 大谷に始まり、大谷で終わった大会だった、集略、決勝では抑え投手を務め、優勝を確定させる完璧なエンディングを作り上げた。MVP も当然の報酬だ。だが、大谷は謙虚だった、夢見てきた優勝を喜びながらも、他の国に配慮するコメントを残した。大谷の他国に対する思いやりに感銘を受けた様子の同メディア。しかし ここで第三者へのおよそ好意的ではなさそうな言葉を綴っている2006年大会のイチローのコメントとは対照的だ17年前イチローは今後30年間日本にはちょっと手を出せないなという感じがするように勝ちたいと発言をして韓国を大きく揺さぶったこの発言は多少刺激的に翻訳された部分もないわけではないが 他国警視と指摘されてもおかし、くない余地が十分にあった。果たしてイチロー氏の発言をあえて蒸し返す必要はあったのか疑問を抱く人も少なくないはずだが、同メディアは記事をこう締めくくっている大谷は違った、今大会随一の活躍を見せ、日本野球を輝かせたのはもちろん、控えめながらも完璧なインタビューで世界最高選手としての品位を示した。 隣国も熱視線を送った WBC 決勝侍ジャパン3度目の優勝は大きな刺激となっているようだ以下はネチズンのコメントをまとめたものですマウンドに国旗立ててキャッキャ言ってた国に品位がどうとかイチローも言われたくないだろうけどもそうやって煽られてもいまだに埋められない実力差があることの方をどうにかした方が良いと思う 大谷が優しくし、てくくれたら韓国が強ななるわけじゃないんイチローさんの語った30年のうち半分以上の年月が流れましたが、今のところその通りになっているので間違っていないと思いますよ。17年前、イチローにそこまで言わせた原因が何だったのか、17年前と今とでは状況が全く違うので引き合いに出す神経が理解できない。 過去にこだわってばかりだといつまでたっても進歩しないそれが分かっていないのかな過去を蒸し返すのは勝手だがなぜイチローがそのような発言をしたのかを理解していないのですね韓国の場合メディアが変わらなければあらゆるスポーツに未来はないと思いますイチローの言ってたように今回の韓国は日本にても足も出なかったように思いましたが 3点先制したのに最終的には43というスコアで敗れたことで余計に力の差を見せつけられたのではないでしょうか日韓の決勝戦から14年経ちました日本は毎回ベスト4以上で今回世界一に返り咲きましたありがとうございますあの頃が最高成績であれ以降アメリカにすら行けていない国としっかり差がつきました 直接対決も14年ぶりですねコールド一歩手前まだ勝てる気ありますか無理やり批判したり嫉妬するしかできない状態確かにイチローさんの発言は言われた方からしたら腹も立つでしょうでも現実はこちらからは以上です30年で済めば良い方って状況になってきてることに韓国野球界は早く気づくことが大事 相手へのリスペクトのかけらもなく羨ましさが悔しさとなり、負け惜しみでぐちぐち言ってるから大きな差が開いてしまってる。大谷の態度姿勢を本当に評価しているなら、そしてそれを真似できるならまだ救いはある。2006年大会の一郎のコメントとは対照的だ。17年前、一郎は今後30年間。 日本にはちょっと手を出せないなという感じがするように勝ちたいと発言をして韓国を大きく揺さぶった大きく揺さぶられた割には3大会連続1次リーグ敗退というありようでつくづく学習しないなとあきれてしまう野球も人間的にも超一流選手なのに他者への配慮がいつも伺える人柄の良さは日本人として本当に誇りです 真のスポーツマン精神はこの方のことで育てられたご両親も立派な人なのだと思います。優勝おめでとうございます。今回のインタビューだけでなく彼の言動がいつも好意的に受け止まられるのは一貫してリタの精神から来ているからだと思う。 他国への配慮という表面的な姿勢ではなく、日本が優勝することで野球を発展させ、世の中を幸せにしたいという視座の高さがうかがえる。私より一回りも若い人なのに、なんて高貴な選手なんだ。イチローの言葉を批判されてもねえ。あれは韓国選手がマウンドに国旗を立てるような行為をしたから出てきたようなもんなんでね。あの時。 韓国選手が攻めて勝ててよかった良い試合ができたぐらいのことを言って終わればイチローは決してあのようなことは言わなかったはず大谷がすごかったのは確かだけどチーム全体で勝ち取った勝利自分の国のことを言ってくれたしかもアジア3国の中で最初に言ってくれたと韓国は大谷大好きなんだろうけど 自分の国のことよく言ってくれる選手だけ褒めるのはいかにも韓国今関係ないイチローのこと言う必要ないし韓国は現実にはイチローが言った通りの道を歩んでいる韓国はもっとスポーツマンシップを勉強した方がいいし選手たちや他の国へのリスペクトをした方がいい大谷翔平は違ったとあるが韓国メディアが間違って捉えている 決して韓国を擁護したわけではなくスポーツに国境はなく政治問題や世俗的な思いを持ち込まないこと野球って面白いよスポーツって良いだろうってメッセージを送っただけだと思う韓国メディアが韓国のことしか考えられてないことに憐れみを感じるどこまで行っても自己中心的なんだな イチローの時は何かにつけ日本への上気を逸したバッシングがあったからその当時としては日本側の心情としても無理からぬことだったと思います理不尽な反発さえなければ日本は寛大です日本にだけは勝たなければいけないと考えているチームと世界一を目指すチームの違い問題の大半は内側にあるのに 妬み、羨み、外側を攻撃することで目をそらす「それって野球に限らず何事も出ないのかな?」